皆さんこんにちは、タッチアンダンサーギャバンです。今日はですね、3連休の中日の日曜日なんですけれども、ですね、まあ、ちょっとゲーム雑談をしようかなと思いまして、最近久しぶりにゲーム実況をやりまして、まあ、ちょっとパソコン周りのですね、模様替えを奥さんの方で、しまして、まあ、その関係でちょっとこうゲーム機からパソコンがつなぎにくくなったんで、ゲーム実況の方ちょっとやってなかったんですけども、久しぶりにやったゲームがですね、このブロックスクラブという、ブロックスって多分おもちゃ屋さんとかでね見かけた方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあね、なんか面白そうだな、綺麗なブロックこうつなげてね、みんなで楽しめるし、まあ、パズルですから頭の体操にもなるし、僕も見たことあるんで、楽しそうだな。でも残念ながら僕はですね、ボードゲームを一緒に遊ぶような友達がいませんので、まあ、かといってね、奥さんにやろうよっていうのも無理な話ですから、だからまあ無理かと思って諦めてましたけど、 Amazon で見てたら、PS2 のねゲームで、すごく面白そうなね、ブロックスのゲームがありましたんで、これを買って最近これを実況してやってるっていう感じですね。やってみての感想は、ブロックス自体の感想で言うと、すごくその、シンプルで分かりやすいルールなんで、まあ、その上にね、難しい戦略とかテクニックってなってくるともっと奥深いんでしょうけども、ただ、とにかくブロックスをやるっていうことだけに関して言えば、すごくシンプルな、ルールなので、もう1ゲーム目から、僕説明書とかも読まなかったんですけど、1ゲーム目からもうルールも、把握して、あ、なるほど、こうやってやるんだってことでね、取り掛かることができたので、すごくシンプルで、かつ、やっぱり1位を取ったりとか、あとはパーフェクト、ブロックを残さずゼロで、勝つっていうことをね、やろうとすると、まあ、僕の場合は運でやれましたけれども、まあ、それなりにやっぱ頭使わないといけないので、シンプルだし、いくらでも頭使えるみたいな感じなので、非常に面白いゲームだなと思いました。で、かつ、このゲームに関しては、まあ、全年齢対象っていう風に書いてありますけども、まあ、絵柄もね、すごく可愛らしいのもありますけれども、すごくね、キャラボイスもあったりとか、丁寧な作り込みがされてて、で、僕はずっと1P の、一人でコンピューターと戦うっていうモードだけで何回か遊んで、おかしいな、他にもキャラクター出るはずなんだけどな、と思ったら、バンピートロットモードっていうのがありまして、まあ、なんかその、世界を巡っていろんなキャラクターと戦ってお金も稼いで、自分のね、装飾品とか装備品とか髪型とか服装とか買ったりとか、新しいキャラをゲットしたりっていうこともできるっていうことでね。で、これ、その、このブロックスっていうゲームと、ポンコツロマン大活劇、バンピートロットっていうゲームがコラボした作品らしくて、絵柄可愛いなと思ってたらどうやらそういうことらしいです。だから、バンピートロットっていう、ゲームのキャラたちが出てるということなんで、僕はその原作の方のゲームはちょっと知らないんで、どのキャラがどういうキャラクターなのかっていうのはわかんないですけれども、やってた人はより楽しめるということでね。まあ、とにかくすごく大人からお子さんまですごく楽しめるように、作られてる、丁寧に作られてるゲームなんで、非常におすすめです。僕も今、パート5ぐらいまで撮って、この雑談、ゲーム雑談の子撮ってるんで、まあ、それなりにプレイして12、3試合ぐらいやりましたけれども、ようやく慣れてね、相手の邪魔もしながら、こう自分の、なんですか、領地を広げるというか、自分がやりやすいように進めていくみたいなところが少しずつ分かってきたので、まあ、なんかゲームの醍醐味ですよね。僕も、やっぱり、やっぱゲームってやっぱこういうもんだなって思いますけれども、僕やっぱりなんていうんですか、あんまりゲームで詰まったりとかね、コンピューターに負けて、うーんっていうのがあんま好きじゃないので、結構攻略情報すぐ見ちゃったりとか、下手したらゲームの改造コードを使ってね、余裕で進めてっちゃうみたいなことよくやるんですけれども、まあ少なくともこのゲームに関してはね、そこまで難しくないですし、1試合も10分から15分で終わるんで、もうそんなことする必要もない中でやらせてもらうと、やっぱ自分なりにこうやったらいいのかとか、あ、こうなんだとか、やっぱ自分なりに戦略を立てて攻略法を探して戦っていくっていう、この
なんですか、上達していく感じ、自分で開拓していく感じ、あ、これは本当にゲームしてるなっていう感じを久々に味わえて、すごく嬉しいゲームだなと思いました。もし、興味持たれた方はね、僕みたいに、ちょっと、友達対戦相手がいなくて、ブロックスが遊べてないんだという方はね、もしよかったら、Amazon で僕買った時は1000円か1500円の間ぐらいで買いましたんで、そんなに多分高くないので、ぜひね、PS2 持ってて、ブロックス興味ある方は、買って絶対損ないと思いますんで、ぜひ、一人でもね、楽しめる。で、最大4人まで対戦もできるそうなんで、ね、本当のブロックスみたいな感じでね、楽しまれるのもいいんじゃないかなと、思います。今回はゲーム雑談ということで、ブロックスクラブということでね、非常にシンプルで面白い、ゲームに仕上がってますので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。ダッシュアンダーサーギャマンでした。ありがとうございました。まるるー。